てなるものか。行きましょう、ラジカルスティーブ。
の番ね。行きましょう。任せてちょうだい。はん。ありがとう。はい。いや、すまない、助かる。私の番ね。僕の番だね。アークス駆動。そんな負けられない。決心。
いただき。私の番ね。任せてちょうだい。僕の番だね。構えろ。ああ。俺の番だな。ありがとう。私の番ね。燃え尽きなさ。お任せあれ。それ崩れた。試合任せてくれ。くらえ。ここだ。もらった。はい。突撃時劣化マイハッ崩れた。特別劣化了解だ。セッだ。さすがリン君、大した腕前だ。いえ、殿下の方こそお見それしました。Thank you.
もうちょっと待たされると思ったが、どうやら裏技を使ってここを掴んだみたいだね。ああ、いくつもの思いが俺たちをここまで導いてくれ。帝国人である私たちが出しゃばるのも心苦しいけど、それでもこれ以上あなた方に好き勝手させるわけにはいきません。4年前のゴスペルと同じく阻止させてもらおうか。なんだあんた。4年前その格好ってさすがに想定外すぎるんだけど、何やってるのさオリバルト王子。はあ、なんで帝国の王子がこんな場所に来てやがるんだ。そりゃ驚くよな。それも視察団の行事の真っ最中だものね。今の僕は一演奏家、クロスベルの熱い思いを僕なりに表現しに来ただけさ。しかし魔女殿もいないが怪盗紳士もいないんだね。君たちが再び動き始めたのならてっきり来ていると思ったんだが、言ったように結社でもいろいろあってね。彼は深淵と気があったから今回は外れてもらったんだ。減塩計画の奪還、その邪魔をされたくなかったからね。やはりその名前に行き着くのですね。あなた方が姉を狙うならその意味でも捨ておけません。その計画の趣旨についてもある程度は話していただきます。エマ、いい気合ね。ああ、1年半前に残された謎に迫るためにも。帝国とクロスベル双方に渦巻く暗雲を少しでも払うためにも。君たちの実験とやらここで打ち砕かせてもらうよ。ハハ、熱くさせてくれそうじゃねえか。どうやら本気で迎え撃つ必要がありそうだね。それじゃあ結社の執行者ナンバーゼロとナンバーワンがお相手するよ。俺の中の黒き炎、見事引きずり出してみろや。7組総員全力で迎撃する。オリベーさんもお願いします。あ、任せたまえ。さあ俺を熱くさせてみろや。7組と宝刀王子の手並み見せてもらうよ。それ、それ頑張って。すまない、助かる。お任せあれ。王になる七王の力、解き放つ。
楽しんでくれたかな。さあてと少々ぬるいが勘弁しろよそれ頑張って。許さん。任せてちょうだい。光よ受け取って。みんな辛いな。さてと。おいよ。そうだ。そう。僕としたことが。あ。そこだ。それ。そうだ。さあせ。少々の…さーてと…辛いな。まずいな。
僕の番だな。石火弾リロード。野田くんはしない。任せてちょうだい。ごめん、お願い。あとはお任せを。それさあ、俺の番だな。僕の番だね。安らかに生きたまえ。それマイ。構えろ、防御陣決心。ああ、石火弾リロード。逃がしてない。崩れた。やるね。少しは本気を出そうかな。ああ、遅いよ。崩れた。ここだ。頑張っ私の番ですね。すみません、お願いします。任せてちょうだい。さあ、席替えを。燃えろ。やっ、チャージする。ありがとう。僕の番だね。安らかに任せてくれ。俺の番だな。チェンジット。ひどいことするな。少々ぬるいが勘弁しろよ。俺の番だな。チェンジ。あ、せい。したことが無理。すまない、みんな。無理。マジかよ。あれじゃない。こんなところで立ち止まっていられない。やりました。
いいねお前ら、コマショーの時よりもずっといい。やれやれ、別にいいけどさ、下手したらこの塔ごと巻き込んじゃうんじゃないの。マチッとは譲れや。深淵が出てこなくてちょいとイラついてたからな。大丈夫だ、デカブツまで燃やしたりしねえよ。仕方ないな。来るぞ。分かってる。一年半ぶりだが、な、火炎魔人、磁石閣下がやり合った人外か。セリーヌ、手伝って。ええ、あの黒い炎をなんとか封じ込めるわよ。一年半ぶりだ、せいぜい熱くさせてくれよ。光の検証くらいにはな。一緒に狂うとしようぜ。任せてちょうだい。ありがとう。僕の番だな。はっ。ありがとう。任せてちょうだい。光よ。バカだ。少々ぬるいが勘弁しろよ。私の番ね。やっ。ありがとう。行きます。やっ。燃えろ。っ。少々ぬるいが勘弁しろよ。っ。すみません皆さん。ありがとう。ありがとう。任せてちょうだい。燃え尽きな。チャンスよ。もらった。すまない、そんなバカな。焼き尽くせ。任せてちょうだい。やっ。ありがとう。すまない。ありがとう。チャージする。あり。燃えろ。許さん。負けない。
駆動。マイ。
ありがとう。お任せあれ。それ。チャンスだ。少し本気を出させてもらう。私の番ね。燃え尽きなさい。ファイヤー。さしてるか。燃えろ。俺の番だな。ハッシュ。任せてくれ。私の番ね。構えろ。防御陣決心。私の番ね。やっ。さしてるか。俺の番だな。任せてちょうだい。燃え尽き。今だわ。もらった。刺してるか。ああ。それ。任せてくれ。貫け。へっ。チャンスよ。もらった。はい。防御マイ今だ。いただき。僕の番だね。僕の番だな。貫け。俺の番だな。今だ。特別殿下。了解だ。私の番ね。僕の番だね。それ。任せてくれ。くらえ。他の二人に宝刀王子も悪くねえ。乗ってきたぜ。このまま踊り続けるとしようか。やれやれ、趣旨が違ってきてないかい。なんとか炎は抑えましたが、これは長くは持たないかもしれないわね。
まさに魔人か。あんな化け物と磁石閣下は一人でやり合ったのか。リン、このままじゃ。ああ、切り札を切らせてもらう。来い、灰の騎士。おっと、させないよ。霊的な障壁？それがあったか。エマ、解除できそう。ダメ、炎が抑えきれなくなる。そんじゃこのままクライアウトしようぜ。さすがに相手が悪かったかな。トールズの7組、噂以上だったけど、ここまでか。やっぱり神殿か、彼らに来てもらわないと。7組ならまだいるわ。ユーラ、クルト、ミューゼまで。クローズにか、くらえや。アルティナ、発射。お待たせしました、教官。新7組、協力者と共に参上しました。来ちゃいました。なんとか隙はつけましたが。やべえやべえ、ひょっとしてやっちまったか。来てくれたんだ。ありがたいな、さすがにこの場は危険です。下がっていてください。いいね、そこの近所の小僧、見込みがありそうじゃねえか。マジかよ。人外と考えた方がいいみたいですね。今ので打ち止めかな。心意気は買うけど、それだけじゃねえ。甘く見るんじゃないわよ。新7組と第二分校の力、あんたたちに見せてやる。ビーコン設置完了。いつでも誘導できます。デアフリンガー号への無線接続も完了しました。ほら、とっとと呼べや。お願い、ティーター。了解です。点火。ドライ、スバイ、アインス、ヌル。ドラッケン2、2号機リフトオフ。おお、すごい。ラインフォルトと ZCF が共同開発した新技術か。結界を越え。大した子たちだ。教官、リーさん。ああ、来い、灰の騎士。
バリマーレ。おう、私も付き合うわ。おいおい、そんなのありかよちょっとばかり見くびってたみたいだね。でもこれでやっと起動条件も整ったみたいだ。動きやがったか。昨日の時と違う昨日は霊視エネルギーの充填が十分じゃなかったからね。だが条件はクリアできたし、もう武装を使うことができる。中に入るのは久しぶりね。尋常な相手じゃなさそうだけど、なんとかなりそう。前回戦ったタイプより小さいが、機動性ははるかに高そうだ。妙な力の流れも感じる。まずは様子を伺いつつ崩すぞ。了解だ、リーン。教官、助太刀します。止めても無駄らしいな。ええ、当たり前です。私ならではのクロスベルの意地、何としても示してみせます。これってやはり発動したか。うん、お主らの新たな力だ。ピーたちに聞いた。鬼神を起点に新旧七組を結ぶ。ね、感じる。教官とユーナたちを。ええ、やっぱりクラウソラスに似てる。あれ、ち、またかよ。新旧七組、やはり縁があるみたいだな。来るぞ。一旦全員下がりたまえ。行くぞユーナ。はい教官。俺の番だな。せっ、許せるな。
いただき、いくぞ。俺の番だな。せっ、今だ。やい、空からの攻撃、アーツか銃で迎撃なさい。私の番ね。俺の番だな。新規発動。行くぞ。チャージまだこれ各種ステータス成長やりました。やった。動力機関停止したみたいです。すごいな、二人とも。ええ、本当にやったじゃない。ああ、ユーナも含めてみんなのおかげだ。少しは示せたかな。
やられちゃったか。博士はいい顔をしないだろうけど、これにて実験は終了だね。使い捨てだ、構わねえだろ。それよりそろそろ出てこいよ、三人とも。え？まさか。さすがに気づかれてたわね。クロチルダさん。青の親友。まさかいたとは。いえ、あれは幻影ね。お姉さん、やっと見つけたわ。何やってんのよあんたは。久しぶりね、エマ、セリーヌ、リーン君たちに。クロウサギも王子殿下と新7組の子たちは改めてお見知りおきを。元帝都歌劇場の歌姫にして結社にくらう蛇が第二中、青の深淵、ビータ・クロチルダよ。失踪中の歌姫。こんな場所でお目にかかれるなんて。カンバネルラにマクバーン、半年ぶりくらいかしら。あんたが結社と揉めて行方をくらまして以来だな。まったく面倒くせえ真似をしてくれたもんだぜ。確かグリアノスはやられちゃったんだろ。幻影を飛ばすにしても近くにはいそうだね。否定はしないわ。さすがに今回ばかりはピンチかもしれないわね。姉さん、ど結社から離れたのだったらどうして戻ってくれなかったの。おばあちゃんに杖まで返して。私の忠誠はあくまであの方に捧げられている。その意味で一族の魔女として里に戻ることはないでしょう。そんな。あの方、結社の名手とやらね。とは言っても最近ちょっと事情も変わってね。ババ様とあなたたちに話したいことも出てきたのだけど。まあそれはともかく、魔女が姿を現したのならそちらも出るのが筋じゃないかしら。道理だな。なのよこいつ。デアフリンダー、そちらに兵装は行ってますか。なんだこいつは。結社、いや話の流れからすると、トワ教官どうしたんですか。お初にお目にかかる。青のジークフリードというものだ。知性の長代理として参上した。
うとう現れたのね、この一年半。数百年の長きにわたり歴史から消えていた勢力が、数百年な、何言ってやがる。途方もない話みたいですね。グノーム、1200年前の真実を知る片方か。しかしあの彼は面白え。惜しいやつとは思ってたが、まさかそう来やがったとは。へえ、何やら因縁があるみたいだね。それにしてもいいね君、結社の相手に今回は顔見せに終わってしまいそうだが、見食らう蛇、よければやり合ってもいいが。その武装は。まあ今回の実験はとっくに終わっちゃったこれ以上は野暮ってもんだろう。後始末も必要ねえぜ。今回は退散するぜ。そっちの魔女殿を捕まえるお仕事もあるしな。そうそう忘れてた、ギャラリーも多いことだし、いい機会だからやらせてもらうよ。執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ、これより名手の代理として幻影計画奪還の見届けを開始する。なんと連中珍しい場面に立ち会わせてもらった。これ以上の観察は不要だ。撤退しなさい、ジークフリード。了解だ。三人、そういうことだったのか。ってことは、今のが知性の。今の声、どこかで。うん？今の御仁はともかく気に入ったわ。ジークと呼んでいいかしら。好きにするがいい。あれはサザーラントでも現れた鬼神とは別の灰の起動者、それにトールズ7組だった。先ほどの勝負は悪くなかったが、我らの争いに立ち入るには遠い。せいぜい腕を磨いておくがいい。待て！ディーン、何がどうなっているんだ。それでは私も失礼するわね。
グズグズしてたら捕まりそうだし。あんたね、今のを見て何も話さずに行くつもり？それに結社に追われてるなら少しくらい協力しても協力者もいるから心配ないわ。それとしばらくこの地で幻獣や魔鋼兵は出現しないでしょう。プレロマ草の目は私が一通り潰しておいたから。でも忘れないことね。すでに物語は始まっている。私が結末をすり替えようとして失敗してしまった。真なる物語が帝国をクロスベルを世界を巻き込む終わりのおとぎ話が。クレネも気をつけることね。エマ、リンク、七組のみんなも。埋葬にも立ち会ったんだもんな。アリサちゃんも大丈夫？少しぼーっとしてるけど。そうですね、いろいろとありすぎて頭が麻痺してるのかもしれませんが。アリサ、本当に大丈夫か？うん、平気。エマの方こそ大丈夫？そうだな、せっかくやっと会えたのに。いえ、久しぶりに顔を見られただけでもよかったです。それよりもいろいろなことが見えてきましたね。私たち全員の今後に関わるような。ああ、真なる物語、終わりのおとぎ話か。みんなで頑張ってなんとかここまで来られたけど、僕たちじゃ手に余るような問題ばかりが見えてきたな。ほら、心機くせえ顔してんじゃねえ。そうそう、ここは胸を張らなくっちゃ。え？君たちが頑張らなかったら事件も解決していなかっただろう。ああ、突入タイミングも完璧だった渡した新装備もちゃんと活用してくれたしね。ええ、あの結界が壊れたからバリマールも呼べたわけですし。まあ、少しくらいは自信持ってもいいんじゃない？これで今回の要請もなんとかクリアすることができた。ユナ、クルト、アルティナ、それにミューゼにアッシュも本当によく頑張ったな。キッあくまで主役は7組の皆さんですけど、
一番頑張ったのはユーナさんではないかと。そうだな、教官に協力して神器を倒したわけだし。私は必死についていったくらいで。謙遜することはない。警察学校時代で磨いていた戦闘技術や操縦センス、第二での頑張りと思いの全てがあの戦いに込められていたと思う。ありがとう、リューナ。クロスベルの意地しかと見せてもらったよ。はい、教官。場所でのお見送り、さすがに恐れ多いかと。どうかお気になさらず。今回皆さんが成したことを考えれば、いくら感謝してもしきれませんから。もう姫様、相変わらずのサービス精神ですね。本来ならばミシュラムにいた面々とも引き合わせたかったところだが、全員もう解放されたのだろうね。はっ、それはもう。ノエルさん、セルゲイ課長、ダドリーさんとも連絡がつきました。エリーさんとマクダエル議長も市外に戻られたそうです。そうですか。よかったです、本当。エリーさんとは前に会ったことがあるけど、確かこの後アリサちゃんが会う約束をしてるんだよね。ええ、経済技術政策について意見交換をする予定なんです。噂は聞いてるけど、お会いするのは初めてだから楽しみで。多分あんたとはかなり話が合うと思うぜ。お互い多彩な趣味でいらっしゃるみたいですし。シャロンさんも回復されて本当に良かったです。安心しました。やけども大丈夫だそうですね。ウルスラ病院の先生に入念に処置していただきましたので、肝心な場面で皆様のお役に立てなかったことは心残りですけれど。もうだからそれはいいってば。それにしても結社は結社で変なことになってるみたいね。ええ、まさか第二中が終われ怪盗紳士も遠ざけられているとは。はい、そのあたりの状況は探っていく必要がありそうね。でもいいのか、こんな状況なのにセリーヌがしばらく俺の方に来てしまっても。私も当てはありますし、それに今後のことを考えると、あんたも力を制御できるようになった方がいいでしょうしね。しばらく私が鍛えてあげるわ。わかった、よろしく頼む。くれぐれも元気で。
何かあったら連絡してくれ。はい。セリーヌもリンさんのこと。え？あんたも気をつけなさい。マキアスはしばらくクロスベルに残るのか。ああ、観察業務はむしろこれからが本番だからな。改めて父さんとも話し合う必要がありそうだし、ユーシスの件で。そうか。なんだかんだ言ってお二人とも仲がいいですよね。あいつに貸しを作ったら大きな顔ができそうだからな。なんだかあっという間だったわね。ああ、でもまたすぐに会えるさ。アリサも数日ほどクロスベルに残るんだったか。一応母様と一緒に戻ろうと思ってる。列車砲に巨大軍需工場、問いただしたいことも多いから。お嬢様。そうか。心配しないで、これでも開発部を背負う室長だから。お互い頑張りましょう。私たちにしかできないやり方で、それがあの約束を果たすことにもつながるでしょうから。アリサ、そうだな。はい。ああ、踏ん張りどころだろ。今後どこまで君たちの力になれるかどうかわからないが、私は私でできる限りの悪あがきをさせてもらうつもりだ。それからありがとう、演奏家オリビエ・レンハイムのわがままに付き合ってくれて。こちらこそ本当に助かりました。殿下が立ち上げてくださった七組という枠組み、私たちならではの形で続く。そうか、今後も楽しみにさせてもらおう。それと新7組の諸君も、君たちと出会えて本当によかった。リーン君たちとはまた違う新たな風を感じさせてくれた。ティータ君も含めて、これからも君たちなりに頑張ってくれたまえ。はい。もったいないお言葉。承知しました。頑張ります。リーンさん、皆さん、どうか今後もお気をつけて。今回の視察で私も多くのことに気づかされました。私もまたリーンさんたちやお兄様のように諦めないつもりです。アルフィン殿下、心強いです。本当に。それとは別に、下司祭のパーティーでリーンさんがダンスに誘ってくださるか個人的には気になりますけど。え、下司祭のパーティーと。ひょっとして姫様の将来のお相手候補でしょうか。教官、どうなんですか。いやいや、さすがに殿下の冗談だろ。ですよね。どうでしょう。ポター村はそのくらいで。兄様も少々動揺しすぎです。
マキアスさん、ワニを手伝ってくださって本当にありがとうございました。皆さんの絆が変わらぬどころか、むしろ強まっていること。エリゼこちらこそありがとう。しかしエリゼさん、本当にしっかりしたわよね。私たちも負けていられませんね。はあ、そうなんです、最近からかいがいがなくって。ふふ、すました隙をつつく楽しみもありますけど。もう、それと第二の皆さん、今回はきちんとしたご挨拶もできずに、リーンの妹としていずれご挨拶に伺うつもりですので。って、そうなのか。うん、エリゼさんなら大歓迎ですよ。借りも返したいですし、お待ちしています。だから本当に何をやったんだ。やれやれ、ほんと俺たちのノリに似てるっつうか。ですね、ちょっと羨ましいです。でも信じています、私たちも取り戻せるって。当たり気だ、お互い気張ろうぜ。ティオスケ、合点承知です。ランディさん、お父さんとお母さんによろしく。手紙もいっぱい書くから、二人ともいい子で元気でね。うん、姉ちゃんも元気でな。クルトちゃんとアルちゃんもまたね。あ、また会おう。どうかお元気で。第二に赴任したのはあの総督に推薦されたからでな。狙いを完全に分かってたからのらりくらりとかわしてたんだが、シャーリーや赤い星座が帝国で動き始めてるなんて聞いて仕方なく引き受けしまったんだ。そうだったんですか。ランディさんの戦闘力を遠くに追いやるのが目的ですか。ああ、そうなんだろう。だが結果的には正解だったかもな。え？表の世界でも裏の世界でも今帝国で起きつつあることはクロスベルと完全に連動している。だったら俺は遠くから援護射撃をするまでだ。帝国でリーブスで生徒たちをしごきながらな。ランディさん、私も同じです。ランディ先輩の言う通り、帝国に何かあったらクロスベルも巻き込まれると思うんです。だったらケンやナナたちのため、クロスベルのみんなのため、あがいているロイドさんたちとは別の形で頑張ることに決めました。それに
クロスベルの人と帝国の人がお互い笑顔になれる、そんな未来がどこかにあるような気がしてきましたし。ユウナちゃん、そうか、すごいな君は。落ち込んでた時とはまるで別人みたいです。有望は大物になりそうだな。ってみんなしてバカにしてません？うみゃあんたうますぎ。ゴロ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 。あれ、あそこにいるのってユウナちゃん、ランディさん、リン君たちも。あれは風の牽制も無事鳥かごから抜けたか。ランクアップだな。褒美を渡すとしよう。ふむ、精進が足らんな。